あとはアッコの髪の毛を。いた！何するのよ！そのドールは何？中庭で拾った。まさか、呪いのドール？知ってたか。これは呪いと毒の融合魔法実験ってわけさ。その実験で、時計が治るの？このドールにアッコの髪の毛を入れて、苦キノコから抽出した魔法液をかけると、あら不思議。アッコの口の中にとんでもない苦味が広がるのさ。じゃあ、時計の修理に必要だっていうのは嘘だったの？はあ、誰もそんなこと言ってないでしょ。その苦キノコ、返して！いいからおとなしく見てなよ。うわぁ！なんだ？これって、魔法の鍵？呪いのドールが壊れなくてよかったよ。大きな魔法の鍵でつながる場所は何か意味があるかも。みんなと相談してみようかな。呪いのドールから鍵が出たと聞きましたが。うん、びっくりしたんだから。呪いのドールの内臓でも出てきたのかと思ったよ。怖いこと言わないでよ。ルーナノバに散らばった魔法の鍵は、大きな鍵と小さな鍵があるようですね。とにかく、この鍵で開かずの扉の先に行ってみようよ。